ちは、あいみです。あいみのパーフェクトウーマン第29回始まりました。この番組は私が素敵な女性、いい女になるために今の自分に足りないことなど様々なことに挑戦し経験値を貯めていく番組です。現在の経験値はこちら、順調に溜まっております。はい、ということで、こちら収録の方でリアルの時間軸でお年を越しました。やったー。2019年になりまして、イノシシ土地ということでちょっとツモシに頑張っていきますのような目標が各所で飛び交っていると思います。そんな私はですね、2019年になる時は大阪におりまして、ぴょん吉こと山崎はるかちゃんと一緒に USJ におりました。はい、で、あの USJ のカウントダウンみたいな見て、花火が360度上がってるわみたいな見てすごいってなって、でその後ハリーポッター空いてたから乗って、で次の日もまた来てなんかいっぱい乗って楽しかったです。楽しくてよかった、いい年越しでした。なんかザ・カウントダウンみたいなのできて楽しかったです。うん、そう、2019年1月16日にミルキーパレードが発売になりました。やったー。はい、こちらはですね、ミルキーさんのアルバム、超豪華な4枚組となっているんですけれども、こちらにですね、あいみあやさちゃんのフェザーズの曲、そしてミルキーホームズシスターズの曲も入っておりまして、青春ビギナー、ハッピー、絶好調、トゥーオブアス、モテキとかね、インヒ、ティーディ、ピンチンパンチ、ウィアザ、ミラクルホームズ、スイートスイートホームタウン、ミルキーアタック上乗せバージョン、おー、たくさんあの入ってますので、ぜひあのまだの方は、ちょうどですね1月28日にミルキーさんのファイナルライブ武道館公演がありますので、ぜひこれを手に取って、ライブに備えていただければと思います。よろしくお願いします。さあ今日は何をするのかと言いますと、じゃん、お手紙届いてます。読みます。あいみさん、こんにちは。こんにちは。寒い日が続きますね。うん、なんだかそんな時って気持ちが落ち込んじゃいますよね。うん、そういえば毎回披露している闇ポエムグッズにもなっていますが、今日はこれを中心にお届けしてもらおうかと思います。以前やりたがっていた前編闇ポエム、2019年最初の収録でちょっと重めですがやりましょう。あいみさんの心の叫び聞かせてください。お、出ました、前編闇ポエム。これは大丈夫ですか？皆さん心の準備は大丈夫ですか？はい、じゃあ早速行ってみましょう。あいみのパーフェクトウーマン。ということで今日は、これまた私が前にやってみたいと言っていたらしい闇ポエム特集をやってみたいと思います。まず闇ポエムについて説明します。この番組を見てる人は存在自体は知ってると思うんですけど、そもそもの闇ポエムの発祥について説明すると、なんか私がツイッターとかインスタで悩みを抱えて時に投稿したらしい投稿が、あいみの闇として SNS 界に拡散され、ネット上で盛り上がって闇だと自分自身闇なつもりはなかったんですけど、闇だったらしく、あ、闇なんだって自分でも闇を認識し、闇だなと思いました。で、そんなに思いつもりで書いたつもりじゃなかったものとかも、なんか盛り上がってるのとか見かけて、あ、なんか申し訳ないなと思って、ポップなものにしたいなと思って闇ポエムになりました。はい、そう、この番組を始める時も、このあいみんさんの個人番組ができますよみたいなやってた時に、どんな番組にしましょうかみたいな、こういうの最近あるんで闇ポエム
っていうのがあるんで、そういうコーナーを入れたらどうですかねみたいな提案もしたんですけど、で最初はなんか他の案もあって、なんだろう、友達を作りたいって言って、とか、その普段明るくなりたいみたいなのあって、なんかなんか真っ暗な部屋でパソコンをいじってブルーライト浴びながら楽しいことを検索して、楽しいことを体験したり、友達が増えたら一つずつろうそくが灯っていく。で最終回にはなんかすごい明るくなって明るさで愛理が見えないみたいなそんな番組もいいですねなんて言ってたんですけど、まあ、そんなこともありつつ、まあ学生時代とかも机にね、シャーペンとかで鉛筆とかでこうなんか詩を書いたり、自分のこう作ったポエムじゃなくてもこうなんか歌詞とかを共感したのがあればそこに書いてイラストつけるみたいなのやってました。はい、そんな感じですね、闇ポエムのゆえんとしましては。うん、でそれを毎回こうアドリブで番組終わった後に考えているというわけでございます。なんですが今日はですね、特別に書き下ろした闇ポエムがあるので、それを読んで解説をしていこうと思います。はい、それではまず一つ目、ポイズン。光があるから闇がある、闇があるから光がある。角度によって見えるものが違う。その目に映るのはほんの断片でしかない。その断片ですら真実ではないことも。わかりやすく甘い蜜は猛毒かもしれない。言いたいことも言えないこんな世の中じゃ、ポイズン。はい、お聞きいただきました、ポイズンでした。いや、解説をするんですけど野暮ですよねそう、でもね、みんなわかんないっていうもんで、解説します。まずですね、これはですね、ポイズンということで、世の中はですね、世の中を表しました。終わりですか。世の中と、あとは私ですね、私の角度の話。光によって照明に影響されやすいっぽくて、角度とか照明によって顔が全然変わるんですよね。っていうのを思ったんです。光によってなんか見え方違くて、顔がね、なんかいつも一緒だったらいいのになと思ってるっていうのも込めました世の中と私の光によって見える角、なんかその違いです。なので、なんだろう、漏れてる時は照明とかメイクがこうマッチしてる、っていうことです。続いてはタイムイズマネー。お金があれば何でもできる。お金がないと何にもできない。時間があれば何でもできる。時間がないと何にもできない。 Time is money。 お金がなくてもできることはある。時間がなくてもできることはある。でもあったら嬉しい。
はい、お聞きいただいたのはタイムイズマネーでした。これは、幼少期の私の心の闇ですね。ですね、あ、そんなに裕福じゃなかったので、あのお小遣いっていうものもなくて、なんかあのそうですね、結構そうだな、あの友達と遊ぶのにもお金いるじゃないですか。花火しようって言われても花火買うお金ないよみたいな、遊びに行こうって言われてもなんかその町まで行く交通費がないよみたいな子だったんです。で、まあ、周りから見たらちょっとノリ悪いかなみたいなとか、遊びの誘いをとにかくまあ断ることが多くて、で、あのそのやるせなさを表しました。で、あのでもそんな時になんかこう、あのじゃあ私には音楽があるわ、作曲をしましょうみたいなとか、私には絵がある、漫画を描くのよみたいな、そういう別の趣味に興じるということもなく、ただぼーっと寝ていたっていうこともあり、なんかその切なさ、なんか本当は心に余裕があったり発想が豊かだったらそういうこともできたんだろうなっていう思いです。はい、ということで次聞いていただきましょう。次は I'm so free。心だけは自由、心だけは行きたい場所に行ける、心だけはなりたいものになれる、心だけは自分の好きにできる。体だって現実だってそうであったらいいのにな。みんなに幸あれ。Everyone is happy。 お聞きいただいたのは I'm so free でした。これはさっきの、Time is money のアンサーポエムですね。要はそういうことです。心が自由だから、あの気の持ちようと言いますか、心が豊かだと、まあ、何だってできるし何だってなれるよみたいな言いたかったんですけど、結局やっぱりあのお金がないと何もできないよなと思って、現実はそうじゃないよなと思ったりもしたんですけど、みんながハッピーだったらいいなと思ってハッピーな締めくくりにしました。はい、じゃあ次聞いていただきましょう。次は治らない、治らない、治らないの。心にもやがかかったような、ずっと何か閉ざしてる。 Stay here。 東京ジャングル、パーティータイム。ずっとこのままがいい。治らない、治らない。はい、最後に聞いていただいたのは治らないでした。これはあの何が治らないのかっていうと、お正月ボケなんですけど大したテーマじゃなくて、あのそうですね、ずっとここにいたいなっていう、家にいたいなっていう気持ちをあの今すごく感じて、東京ジャングル、パーティータイムっていうのは、東京に帰ってきて仕事だってなると、東京ジャングル、パーティータイムなんですよ。わかりますか？もう東京に帰ってきて仕事をすると、東京ジャングル、パーティータイムが始まるんですけど、で、それを、それが嫌だっていうことです。つまりずっと寝ていたいなっていう、でもまあ働かないと生きていけないですけど、まあここにこうやって治らないポエムとして昇華させることによって、あの仕事をする意欲も湧いてくるし、あの治らない現実とも向き合えるし、あのなんだろう、昇華ポエムです。パーティータイムって、え、パーティータイムですか？
え？東京ジャングルはなんか。パーティータイム、パーティータイムなんですけど。東京ジャングル、うん。でもこれ本当に説明することないんですよね。今無理やり広げましたけど、本当にこれお正月ボケ のだけのポエムなんです。はい、ということで以上聞いていただきましたけれども、わかりましたか皆さん。でもちょっとでもなんかね、あの思考回路とかなんかあの分かっていただけたらよりね、趣深いものになるかなと思います。ぜひ作ってみてください。意外とねこうポエムにぶつけると自分の気持ちがすっきりしたりもするのでおすすめですよ。はい、ということでこの後流れる闇ポエムはこの収録を終えて私が感じたことを、毎回と同じように、書いたポエムです。お聞きください。パーフェクトウーマン。いつだってね、何かを感じてる。ポッと浮かんで、そのままどこへ。言葉にすればはっきりするけど、自分でも何言ってるかわかんない。誰にもわかんない。ごめん。はい、ということでいい女、素敵な女ということで今日は全編闇ポエムでお届けしましたが、どうでしたか皆さん。そうですね、これによって何かを感じ取って、うん、まあそんな大層なこと望んでなかったです、ごめんなさい。はい、少しでも闇ポエムをね楽しんでいただけたらと思いました。はい、ということで、改めましてお知らせ、ミルキーパレード、ミルキーさんのアルバムが絶賛発売中です。はい、そして1月28日にミルキーさんの、ファイナルのライブが武道館にて行われます。ライブビューイングもありますのでぜひチェックしてください。よろしくお願いします。セザーズも出ます。よろしくお願いします。はい、ということで今日の、経験値ポイントを発表してもらいましょう。ではお願いします。じゃん。スタッフの総意なのですが、僕らにはまだちょっと早かったです。でもあゆみさんの端っこぐらいは見えた気もしなくもないような感じもしなかった。めっちゃ曖昧やな。とりあえず5本披露してくれたので5ポイントかける5本で25ポイントで、今日はご勘弁を。え、めっちゃ低い、めっちゃ低い、嘘。過去最低点。嘘でしょ、そんな。マジか。そうですか。じゃあ今日は25ポイントというか、これからもこれからも頑張ります。はい、あゆみのパーフェクトウーマン、今日はここまで。来週はついに30回だ。ライダーイルシューでした。次回はついに30回だ。わーい、バイバーイ。